そっか。お目覚め、気分はどう？最低だな。そう、まだ休んでいていいのよ。なあ、この世界はさ、生前の悔いを晴らさないとされねえんだろ。そうよ。だったらあいつも同じってことじゃねえか。そうなるわ。私に復讐を果たしてスカッとした気持ちでいると思ってた。なんであいつもこの世界に嫌がるんだ。それは私たちにはわからないことよ。あなたしか彼を知らないんだから。私はただの道具だよ、あいつを現実につなぎ止めるための。それだけの関係だよ。でもあなたに執着している様子。ただの道具になんてだよ。人間扱いすらされてなかったのに。この世界のシステムとか難しくて全然わかってないけどさ、私の意見言ってみてもいい？ああ、聞かせてくれ、ルカ。ヒサちゃんは最初、私に神が引き合わせたんだよって言ってたよね。言ったな。まさにそれなんじゃない？確かに。だったらキャンサーに襲われない説明もつく。ルカは襲われるからな。おお。おお。じゃないわよ。って何で言わせるのよ。私がここで切り裂きと会う意味、そんなもんあんのかよ。私から全て奪った相手なんだぞ。それに、なんでそいつにも悔いがあるんだよ。もう一度会って確かめてみなさい。サポートは全力でするわ。もちろん私たちもな。せやで。はい。やってやろうではないか、情報員。え？彼が言っていたしょっちゅう送り込まれていた場所ってわかる？あいつと一緒に過ごしたのはスタジオかステージか、あと病室しかない。この学園にあるのはその中で一つしかないわ。ちゃんとしたスタジオもステージもない。病室だったらあるの？ある。保健室のことじゃない？自殺するような奴が入院するところやないやろ。でもこの世界で怪我したら送り込まれるのはそこだけ。おとなしくんが対天使用トラップの巨大ハンマーに飛ばされ校舎から落ちた時運び込まれたのもそこよ。私も何度もあれにはハマったわ。そうね、目覚めたら保健室のベッドの上だったわ。どんな会話だよ。ということは保健室で決まりね。せやけどそこから毛布や布団の類はここに持ってきとるで。そうです。それに気づいたら違うってなってしまうかも。ねえ奏ちゃん、保健室以外にないの？私もそこまで学園内の施設に詳しくないの。あるわ、院内学級。何それ？病院内にある学校だよな。ええ、この世界では誰も病まない。だから私自身もそこに誰かがいた過去なんて知らない。こんなレアケースのために用意されてたというの？かもしれないわ。今度こそ決まりね。でかしたようで何もでかしてないぞ、情報員。ただのいいとこ取りじゃ。混迷を極めている今、誰かがビシッと言ってあげないと。そのふてぶてしい度胸だけは褒めてやろう。ふてぶてしい上等。事件の解決には推し進める力が必要。この二人敵同士なの？味方同士じゃなかったの？怒声を浴びせ合うのがこいつらの一番のコミュニケーションなんだ。仲睦まじいと思ってそっとしといてくれ。奏ちゃん、そこってどこにあるの？そうね、この校舎からは離れてる。結構な距離を移動することになるわ。その間にうちらはキャンサー戦を強いられるのに。
向こうは平気なんか。まあそれでも行くしかねえよな。私は襲われそうなところ、ひさちゃんが体当たりで助けてくれた恩もあるし。なんでだよ、私の勝手に付き合わせて、私が振り回して、それで迷惑かけただけじゃねえかよ。全部全部私のせいなんだろ。こんなとこ来なければよかったって思うはずなのに、どうしてそんなこと平然と言えるんだよ。そうだね。あんたのギターで幸せな気持ちになれた。だからだよ。出会った頃に、あいつに言われた言葉と同じ。バカ。なんでまた惚れさせるかな。わかったよ。私が何とかする。ひさちゃん、あいつを前にどうするか、もう決めてあるのか。いや。何も考えてない。殺しても死ねない世界じゃねえか。殺すなんてダメよ。なんでそんな物騒なこと考えるんだよ。だったらどうしたらいいんだよ。その人はあなたの前で自殺してみせたのよね。そうだよ。ならやり返したらいいんじゃない。そうね、いいかも。は？あなたがあの人の前で自殺すればいい。目には目を、歯には歯をと言うじゃない。待って待って、それはそれでわけわかんないから。この世界では誰も死なないのよ、それは信じて。それはわかってるつもりだけど。ひさこさん、これを持って。実弾が入ってる。セーフティーも外してある。あとは引き金を引くだけよ。嘘だろ、こんなん使ったことねえわ。怖えよ。怖いのはもちろんわかるわ。でも決して死なない。 3S のメンバーも即死レベルのトラップに自らハマっても翌日にはピンピンしてたわ。あいつの前で自分に向けて引き金を引けってかよ。失敗したとしても何度でもやり直せる。この世界はそういうシステムなの。安心して。その前にさ、ルカと話したい。二人にしてもらってもいいかな。ええ。ルカ、場所を変えたい。ついてきてほしい。うん。あんたとここに来てみたかった。どういう気持ちになるのかなと思って。へえ、いいね。風が吹いて気持ちいいし、ロケーションとしても最高だ。ここは私のお気に入りの場所なんだ。どうして？思い入れがある、それだけだよ。作詞家だったらインスピレーション湧くシチュエーションかもな。だが残念なことに、私はただのギタリストだ。くっそ、何の考えも湧いてこねえな。岩沢って人の背中を押したことを悔いてる？なんで知ってんだよ。あいつらから聞いたのかよ。うん。後悔してる？してるに決まってんだろ。でもさ、
それって思い込みじゃないかな。は？きっと岩沢さんはありがたく思ってるはずだよ。なんでだよ。こんな大きな学校の全生徒に自分の歌が届けられたからだよ。すごい人数だったんだろうな。それは今私が送ってるドーム住民ぐらいかも。それはさ、すっげー気持ちがいいことなんだ。私ならわかるよ。だからそれでこの世界からされたんなら、すがすがしい気持ちだったはずなんだ。そりゃ、ありがとうって思うよ。私がいいことをしたってのかよ。そうだよ。自信を持って。それで私を満足させようってかよ。そんな下心はないよ。私がその立場だったらそうかなって想像してみただけ。なあ。何？あんた、本当に岩沢とは別人なのかな？うん。その人のこと何も知らないもの。縁もゆかりもないよ。何か特別なところで繋がってたりしないのかな。うちにはさ、ユッキーっていう現実主義な仲間がいてさ、ユッキーの言うことは常に正しかった。人類大ピンチで劣勢でも、その助言のおかげでここまでの苦難も乗り越えてこれた。ユッキーはその人と私に相関性は絶対ありえないってバッサリ切る。夢物語なんて決して見ない。そういう仲間だ。そんな奴でもあんたは信頼し続けてるのか？ああ、最高の相棒さ。なんだよ。なんでここでそんな最高の笑顔見せんだよ。私一人が惨めになるじゃん。だったらこう答えるしかないじゃん。ここにあんたと来られて覚悟が決まったよ。蹴りをつけてみせる。